皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。今日はですね、成功する事業が身につけるべき5つのポイント、お話ししてみたいなと思います。まず1つ目、すぐ調べる。分かんないことって、毎日必ず出てくるんです。あ、これどうするんだろうとか、こういう時どうするなるのかなってことがあります。そういう時は自分でまず調べる。調べる方法ね、今いくらでもありますよ。昔はもうとにかく本をね、事務所にいっぱい買っておく、雑誌を購読しておく、その中からこう探すっていう仕方をしてたんですけど、今はインターネットがありますよね。でインターネットでざっくりしたことは俺って分かります。役所のホームページもあるし、いろんな事業がね、情報公開してます。それざっくり調べる。でもね、それだけじゃダメですよ。ちゃんと元を取る、ね、ちゃんとそれが正しい情報なのか、ネットの情報っていうのはね、いい加減な情報もたくさんありますので、ちゃんとその確認を取るっていうこと、それが必要です。であとね、他の事業さんに聞かなきゃいけないことがあります。税金のことが分かんない、それから訴訟のことが分かんないとか、いろんな表示時のことが分かんない、その時にいろんな弁護士さん、税理士さん、土地買う人さん、社労士さん、いろんな人聞きます。でね、いい先生っていうのはね、もう即座に調べて答えてくれます。でダメな先生はなかなかこう持ったままね、なかなか答えてくれなかったりします。で仲間でもそう、僕で司法書士のことでも自分で判断がつかない場合は、同期とか仲のいい弁護士、司法書士に相談することがあるんですけど、その時ね、すぐ調べて考えて教えてお伝えてくれる先生ってね、大抵成功してる先生ですね。ですから、ね、僕も仲間からこう質問された時、もうね、同業者が聞かれた時っていうのはもう相当切羽詰まってる状態なんですよ。ですから、とにかくもう最優先で調べて自分の考えを伝えてあげる、これをね、やってます。というね、すぐ調べるっていうこと、後回しにしない、それがまず1つ目です。2つ目ですね、マルチタスクであるということ。シングルタスクっていうのはこう1個の仕事をやったら他のものが手つかなくなっちゃうってことですね。でも事業って同時並行でもう常にいっぱいの仕事を進めてます。で、事業に対するそのクレームで一番多いのはね、不着手、なかなかやってくれない、放置、何もなかなかね、手をつけてくれない、これがね、やっぱりね、クレームとしてはね、すごく多いんですよ。ですから、自分が扱ってる全ての案件を毎日ちょっとずつ進めていく。で、優先順位をつけて、きちんとつけていくんですけど、優先順位の高いものばっかりやってると、優先順位が低いけれども、必ずやらなきゃいけないものっていうのが毎日後回しになります。ですから、そのバランスを取りながら、全ての案件を進めていく。こういうことが、ね、できないと、トラブルになったりとか、お客さんの満足度は高くなっていかないと思います。マルチタスクであること、あと好奇心が旺盛であること。好奇心が旺盛であるってことは、その次の社会がね、どういう社会になっていくんだろう、技術がどういうふうに進んでいくんだろう、新しい製品が出た、例えばね、スマートフォンでもパソコンでもソフトウェアでも、なんか IT のサービスでも新しいものが出たって言ったらね、すぐそれを使ってみる。やっぱりね、成功してる先生ってね、そういう感じですよ。だから、いろんなものとかも、持ってるものとかもね、新しいもの、Apple Watch が出たって言ったら、ね、まず使ってみる。iPhone のね、新しい機能が出たって言ったら、まず使ってみる。そういうことをね、やっぱり心がけてる先生が多いなっていうふうに思います。そうすると、社会がこれからどういうふうに変わっていくのか、それにつれて、自分たちはどう変わっていかなきゃいけないのか、変わっていったらいいのかってことをね、やっぱり日々考えてるっていうことにつながると思います。そういうことはね、多分あると思います。4つ目、人が好きであるということ。お客さんに対して本気で関心を持ってる。まあね、いい先生、他事業の、ね、先生と一緒に打ち合わせに入ることがあります。でお客さんの前に僕と、弁護士、税理士、土地国所達さんと並んで入ることがあるんですけど、やっぱりね、成功してる先生っていうのは、お客さんに対してね、マジで関心を持ってます。この人は何が困ってるんだろう。この人に何をしてあげたらいいんだろうってことをね、本気でね、そういう見せ方とかじゃなくて、そういうふうに見せるとお客さんが喜ぶだろうっていうことで、そういうね、ふりをしてるわけじゃないんです。本気でね、その人に対して興味を持ってるなっていうふうにね、感じる時があります。そういうふうに人が好きになること、そうするとね、お客さんもそれ感じます。あ、この人は本気で自分のことに関わってくれようとしてるなって感じます。そうすると、仕事が終わった後とかもね、あ、いい先生いるよって言ってね、営業マンになってくれるわけですよ。もうお客さんが営業してくれるってこんなにいいことないですよね。そうすると誰々さんの紹介なんですけどって言って、お客さんがいっぱい来るようになるっていうことがあると思います。4つ目、5つ目ね、仕事が好きだってこと。
っぱり僕らの仕事っていうのはあの B2C でね、一般のお客さんから相談を受けてやるっていう仕事もやっぱりかなりの割合を占めてます。中小企業は特にそうです。でお客さんは、まあ、日頃平日はねお勤めがあったりします。ですから夜じゃないと時間が取れないんだ、週末じゃないと時間が取れないんだ。今日もね土曜日なんですけども、あのこの後ね3件打ち合わせが入ってます。でそうすると結局ね、あの家で過ごす時間なんてもうないんですよ。週末なんかないんです。あの修行になったらねそれは確保しなきゃいけない。我々ね自由業っていうふうに言うんですけども、そういう意味でね不自由業です。お客さんの都合に合わせて自分の働き方を決めていかなきゃいけない。で、ね、それがね嫌だって思ったらもう苦痛だと思いますよ。あと最近は銀行の住宅ローンの仕事なんかはね、契約を土日に銀行を開いて銀行員も来てで契約をする、そこに立ち会うってことがあります。それに嫌ですって言ったらね、その銀行とはもう付き合いできません。ですから仕事が好きだ、夜だろうと週末だろうと仕事をするのはね僕は好きなんだ、自分を呼んでくれた、自分の事務所に電話かけてくれたってことに感謝するっていうね、そういう人じゃないと、ね、苦痛になっちゃうんじゃないかなと思いますね。そういう方は9時5時の勤務の仕事を選ばれた方がいいんじゃないかと思います。まあ、5つ言ってきましたけれども、それはまあね司法書士としてのアドバイスなんですけども、他の事業もね多分同じような感じなんじゃないかなって思います。まあ受験生の方とかね、受かった後のこととしてそういうことをね少しイメージしていただくと、またワクワクして楽しいと思いますので、頑張っていただければなと思います。今日の話はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。